はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、免疫力の話をしますね。食品に関する免疫力がアップする話です。ね、昨日はね、食品に関するストレスを解消する話でした。でも今日は、同じね、コロナの話になるんですけども、それによって、対策としてね、免疫力を上げる話です。コロナっていうのがですね、その猛威を振るっててですね、感染者数が増加する中ですよ、免疫力を上げるヨーグルトとその納豆がね、もう品薄状態になっているんですよ。まあね、これだけね、食事に関心を持ってくれる人がね、増えてるってことはね、僕はすごい嬉しいんですけども、いつも買ってる僕にとってはですね、売り切れるとね、買うことができないのでね、ちょっとね、残念です。ショックです。それはね、皆さんにもね、食べていただきたいと思ってますけども、この時期だからね、誰か買い占めてんちゃうかなってね、マスクのようにね、思ってしまったりね、してます。免疫力を上げるにはですね、免疫に関わるその白血球ってのがあるんですよね。それを活性化させて、体重を上げて、戦闘態勢になってもらう必要があります。食生活が乱れてね、運動不足になりやすいその状態のね、今こそですね、食事を見直す時です。さあ、ここからね、免疫力をアップさせるためにね、何を食べたらいいのかっていうのをね、お話しさせていただきますね。まず、タンパク質を十分に摂る。運動をしているときはタンパク質を意識して摂ってる人も、運動の機会がね、減るとね、今みたいな状態のときってね、減るんですよね。でもそれほどね、必要とないとね、ちょっと考えがちなんですよ。こう運動してないから、タンパク質別にいいかなっていうふうに思う方もいらっしゃるんですよ。でもそうじゃないんですよ。またね、簡単なね、食事っていうのはですね、パンとかね、スナック菓子にはならんと思いますけども、おにぎりとかっていうふうにね、タンパク質じゃなくて炭水化物に偏る傾向があります。で、運動していなくてもね、毎食ね、肉、魚、卵、大豆製品というのはですね、1種類以上はね、取ってもらってね、体重あたり 1.2g 以上のタンパク質を取るようにしましょう。緑黄色野菜を積極的に食べる。緑黄色野菜はですね、粘膜を強くして、抗酸化作用もあるビタミン A、C が豊富です。白血球も酸化を防ぐことでですね、機能の低下を防ぐことができます。野菜の中でもね、油な皮の野菜ね、ブロッコリーでしょ、小松菜でしょ、最近小松菜も食べてるんですよ、しっかりね。で、キャベツでしょ、白菜も最近高いですよね。あんまね、品薄になってますけども。で、チンゲン菜でしょ、で、カブ、で、大根ね。今言ったこの7つの中にはですね、イソシオチアネートっていう成分がね、含まれてましてですね、免疫力を上げて、殺菌作用がね、あると言われてます。続きましてね、ニンニクを食べる。がん予防にね、効果のある食品をね、表すね、デザイナーズフードピラミッドっていうのがあるんですよ。それの頂点に記載されているのがニンニクなんですよ。ここね、ここ。ニンニクなんですよ。ニンニクはね、アリシンというね、成分が、ね、含まれててですね、白血球を増やして免疫力を高めて、抗ウイルス効果があると言われています。しかしね、刺激も強くてですね、食べ過ぎるとね、胃腸の負担になってですね、下痢を起こすこともね、あるのでね、1日あたり1かけらちょっとだけですね、その程度にね、しておくのがね、いいですね。この時期っていうのは不安が多い時期ですけどもね、この規則正しい食事をね、取ることがね、昨日も言ったんですけど、心のね、安定をね、測ることができます。で、食事を見直して、この時期をね、しっかり乗り切りましょう。ね、そんな感じだったんですけどもね、いかがでしたでしょうかね。タンパク質を十分に摂ると。で、緑黄色野菜を積極に食べる。イソチオチアネートで免疫力を上げる。ブロッコリーね、小松菜、キャベツ、白菜、チンゲン菜、カブ、大根などですよ。で、アリシンという成分が含まれている白血球を増やして免疫力を高めて抗ウイルス効果があると言われているニンニク。ニンニクに関してはですね、先ほども言いましたけども、ちょっと刺激が強いんで、食べ過ぎるとね、お腹痛くなるので下痢もするかもしれないんでね、ほんまに一かけらぐらいにしといてくださいね。でもね、焼肉の時にその鉄板の上にね、そのね、ホイルで焼くニンニクってね、あるじゃないですか。あれめっちゃ美味しいですよね。
そしてね、そのね、ニンニクに入ってるアリシンっていうのがですね、加熱するとアホエンっていう、アホエンってなんか変な名前なんですけども、そういう物質に変わってですね、血栓ができるのをね、予防する効果があると言われてます。そしてね、まあ、強い抗酸化作用をね、持ちますけどもね、生で食べ過ぎるとね、そのさっきの言ったようにね、胃をね、荒らすことがあるのでね、ほんまに注意してくださいね。まあ、加熱したら OK っていうわけでもなくてですね、過剰摂取はほんまにお腹を壊しますので、ほどほどにしましょう。でもついつい食べ過ぎてしまうんですよね、美味しいんで、ね、なんで人間ってね、美味しいものは何ぼでも食べれるんでしょうね、不思議ですよね。でちなみにですね、アリシンっていうのは玉ねぎにならっきょうにも入ってます。ニンニクの香りが苦手な人とか、ニンニクの香りがするって思われてたくない人っていうのはですね、玉ねぎ、ニラ、ラッキョウをね、食べましょう。まあ、ちょっとね、最終的にはそのニンニクのお話になってしまいましたけども、まあ、コロナを乗り切れるかもしれない食材のお話をね、大切なんでもう一度しますね。タンパク質を十分に摂る、緑黄色野菜を積極的に食べる、イソチオシアネートで免疫力を上げる、アリシンという成分が含まれてて、白血球を増やしてくれるニンニクを食べる。ですね。まあ、最近もね、そのお買い物もね、行ったらあかんって言われてるんですけどもね、まあ、買い物行ってね、納豆やヨーグルトばっかり買い占めるんじゃなくてね、お肉と野菜もしっかり買ってね、食べてくださいね。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。で、そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。